それでは、第3部目に、なります。杏林大学の松友です。私の方はですね、アカデミックというよりはですね、実際にシミュレーションを使って、どんなふうに実験をするのか、どんなふうに考えてですね、今後面白おかしくやっていけるのか、そういったところのお話ができればと思っています。では、早速、進めさせていただきます。私の今日のテーマとしてはですね、主にプロメネスプロセッサーをですね、使った研究、どういったものがあるか、そういったところを、紹介させていただくのと、今後ですね、このシミュレーションというのはですね、私の中ではですね、避けて通ることはできないものというふうに、思っています。なのでですね、我々の世代としてはですね、こういったものをうまく使うために、どんなことを考えていくのか、そういったお話ができればと思うんですが、おそらくですね、皆さんプロミネンスプロセッサーはですね、パソコンにインストールされていると思います。ただ、出番があるかどうかと言われるとですね、おそらくは、画像を広げてですね、ロイを取るだけ、こういったところまでが残念ながら今のプロミネンスプロセッサーのポジションなのかなというふうに思うんですが、実はですね、非常に、たくさんのことができます。なのでですね、別に僕はプロミネンスプロセッサーの、ね、広告塔ではないんですが、これを聞いた後にですね、ちょっと使ってみようかなと思っていただければありがたいなというふうに思います。プロミネンスプロセッサーのですね、簡単な紹介という形になるんですが、これはですね、核融合画像処理技術カンファレンスというものと、画像研究開発センター、こちらがですね、開発をした、核融合に特化したソフトウェアパッケージという形になります。一見するとですね、イメージ J とか、そういったものでもいいんじゃないかとか、そういうプラグインを使えばですね、できないこともないんですが、核融合に特化した画像再構成であったりとか、フィルター処理とか、そういったものを、することができるという形に、なります。でですね、これのプロミネンスプロセッサーの一番面白いところはですね、先ほど山木先生のお話が、あったとは思うんですが、シミュレーションデータのですね、作成をすることが、できるという形になります。ここがですね、使いこなすとですね、非常に面白いツールだというふうに思って、ください。で、主な、機能に、なります。ちょっとビジーな、感じですね、できることを羅列して、書いてはいますが、主にですね、画像再構成であったりとか、減弱補正、散乱線補正とか、そういったものを、することが、できます。あとは断面変換であったり、ポーラーマップとか、あとは、フィルター処理、プロファイルであったりとか、FWHM。おそらくですね、出番と、してはですね、このあたりですね、ロイ測定とか、プロファイルを作りましたとか、そういったところがですね、出番の大きなところなんですが、通常なかなかですね、他のソフトウェア、イメージ J とかそういったもので、ね、できない部分となってくると、やはりこの、赤色に変えている部分、この部分はですね、プロミネンスプロセッサーの面白い部分といったところになります。光電子増倍化のですね、出力を変えたりとか、回転の軌道と、撮影の軌道とか、そういったものを変えることができるという形になります。こういったところをですね、うまく使って研究につなげていくということができるんじゃないかなと思います。では実際にですね、プロミネンスプロセッサーを使った研究といったところはですね、いくつか報告されています。こう一見するとですね、何かとなんか僕の名前が出ているような気もしますが、こういったところは気にしないでください。こういったものを使ってですね、こういった研究、論文としてですね、きちんと研究ができるといったことを分かっていただければいいんじゃないかなと思います。この中でですね、いくつか僕がトライしたことがあるんですが、そこをちょっと少し紹介するとですね、まず一つですね、シミュレーションデータを使ってですね、いろんな装置に入っているですね、減弱補正のアルゴリズム、いわゆる、僕が比較したのもチャンホーになるんですけど、それぞれですね、チャンホーと言いつつですね、メーカーさんによって同じことをやってるのかなと、もしかしたら違うんじゃないかなといったところを考えたときにですね、このような研究を行ったという形になります。これはプロミネンスですね、散乱性がない状態のファントムとですね、ある状態のファントムを作成します。で、それぞれですね、減弱係数マップを、ケースを変えてですね、減弱補正を行って、円柱を使っているので、一番、
変動係数が、最高正画像の変動係数が一番低いところが、およそ最適だろうといった評価ができるんですが、散乱性がない場合は、どのメーカーさんもですね、だって同じような値を取ってくるんですけど、散乱性がある場合はですね、各メーカーさんによってですね、ちょっとずつ、バランスが変わってくるといったところがわかるんじゃないかと思います。これを見てですね、あそこのメーカーかと思う方もいるかもしれませんが、散乱性のありなしで、最適なものは変わってくると。これがまた装置によって違うということになります。これをですね、実際に撮影をしたデータを使うとですね、収集過程に影響が入ってしまうので、それこそですね、散乱と、散乱性、ありなしというのが、非常に大きくかかってくるので、こういったものに関してはシミュレーションが有効というふうに思います。で、もう一つですね、これ2016年に投稿させてもらった論文なんですが、カメラがですね、平たく言うと、光電子増倍管がですね、どれくらい壊れたら、どれくらいアーチファクトが発生するんだと、こういったものをですね、検討するということをやった形になります。これは実際にですね、プロミネンスの機能を使ってですね、光電子増倍管の感度を一つずつ変えることができます。それでですね、検出器そのものの禁止性感度を落としていって、リグハチファクトがどれくらい発生するか、そういったものを見ている形になります。で、これのポイントなんですけど、一番はここですね。こんな実験をしたいからといってですね、ちょっと装置壊そうかとか、そんなことは、到底で、ユーザーとしてはできるものではないと。こういうことを考えてくると、シミュレーションを使う必要が出てくると。加えてですね、この装置の壊れ方っていうのをですね、シミュレーションであればですね、自由自在に調整することができるので、こういった検討というか考えると、やっぱりこうシミュレーションを使ったものが、いいんじゃないかというふうに、思います。昔ですね、これ本当に実際に装置でやろうかと思ったんですが、さすがに止められた経験もありますので、こういったことをするにはシミュレーションをうまく使うという形になります。で、シミュレーションの利点をですね、ざっとまとめる形になります。で、一番はですね、やっぱりこう予備実験を、としてこれが利用できると。予備実験でですね、薬を使って、被曝をして、検査、データを得るというのも、一番悪くはないとは思うんですが、できればですね、そのあたりはですね、簡素化して、その予想を立てるのにシミュレーションを活用できるという形になります。またですね、実測の実験、実際にファントムを作って、やらなくてもある程度の結果を得ることができるというのは、いろんな論文で報告されているところからわかるかと思います。またですね、装置を壊どれくらい壊れたらどうだろうという、こういう実測実験ができないような、実測実験をしても得られない情報を得ることができるというのは非常に大きなところかなと思います。なので、こういった非現実的な研究ですね、こういったものをするにはやはりシミュレーションというのが、非常に大きなところになってくるかと思います。で、あとはですね、装置の都合、とあるメーカーさんの装置でいうとですね、コリメタ開口補正を外した画像再構成ができないという装置もあります。じゃあ、開口補正を外したものは評価できないのかということになってしまうので、そういったものではメタシミュレーションを使うことによって、自分の思うように実験をすることができるというところも出てきます。またですね、技術的な知識不足も補うこともできますし、教育手段としてですね、非常に利用も便利だというふうになります。なのでですね、こうやってシミュレーション、昔はあまりされてなかったイメージではあるんですが、使い方によっては非常に大きな知見を得ることができるというふうになります。ただしですね、やっぱりシミュレーション実験と聞くとですね、これはこんなことを喋っている僕自身も、ふと思っていることもあるんですが、やっぱりですね、現実と違うっていうのは、分かっておかないといけないと。で、特にですね、実際に実験しないで意味ないよねとか、このあたりは僕自身がですね、いろんな方に言われた部分では、あるんですが、やはりうまくこのシミュレーション実験だけというのは確かに問題があるとは思います。で、これをシミュレーション実験をうまく使うといったところが、これからのポイントになるんじゃないかなと思います。で、実際にですね、これはですね、NEMO のボディファントムをですね、またある装置で撮影して、画像再構成はプロミネンスで行ったものの画像になります。で、こちらはですね、最初の奥田先生から話があった、デジタルリファレンスオブジェクトファントムを使って、プロミネンスで画像再構成をしたもの。当然、現弱の度合いも少し変わってきますし、細かな分解能というのは、実際の部分とは変わってくる。特にこういった信頼の影響とか、こういったものが違う。これはですね、実測とシミュレーションが違うのは当たり前であって、ポイントはですね、その違いとですね、限界をちゃんと分かった上で、こちらをきちんとやっていくと。
いったところになるんじゃないかと思います。ではですね、とあるちょっとテーマを出したいと思うんですが、実験をある計画を考えます。でテーマとしてはですね、収集時間の違いがですね、骨伸知グラフィーで得られる、ボーンスキャンインデックス BSI にどのような影響を与えるかというのを検討したいと、します。まあ、当然 BSI を求めるである以上、これまあ臨床画像を使うという形になると思います。でまあ、収集時間の違いということを考えると、まあ、収集時間、だいたい骨伸知全身はまあ15とか20とか使われていると思うんですが、まあ、実際まあ10だったらどうだろう、ゆっくり取ったらどう変わってくるか、早く取るとどう変わってくるかというのを見たいということを考えます。これ実験のテーマとして考えた場合にですね、どのような形でデータを取るかとなると、まあ、臨床画像で患者さんを何回か撮影するというのが一番シンプルなプランになりますよね。でもそれって結局はですね、倫理申請をしてから取るデータになるので、これは前向き研究と言われる形になります。なのでですね、患者さんお一人一人にですね、きちんと説明をしてですね、インフォームドコンセントを取得するという形になりますし、決められた検査の枠の中でですね、何回も撮影、それこそです患者さんに例えばこのプランを完全にやるとするとですね、患者さん4回撮影するとか、まあ、そんなことが起こるわけです。でそこまでして得られる、まあ、すごい発見かと言われると、まあ、そんな気も、しなくはないですよね。でこうなってくるとですね、なかなか現実問題として、実施できない研究という形になります。でここでですね、シミュレーションをどうここに組み合わせていくかと。ところを考えていきます。テーマは同じです。 BSI がどのように変わるか、時間が変わるとどう変わるか、ここで実測だとやっぱり患者さんのデータを使う形になるので、ここでですねファントムと、まあ、シミュレーションで使った画像という形に置き換えていきます。でただ単にですね撮影時間を変えるっていうことはノイズ量が変わるというふうに考えると、適当なノイズ量を振り分けるわけにはいかないので、ここで実測というのを活かしていきます。なので具体的に言うとですね、まあ、面宣言とですね点線宣言使ってですね、時間を変えたときにノイズ量と空間分解がどう変化するかというのをあらかじめ測定をしておきます。でそこに対してこのすでに収集されたこれ患者さんの画像です。この患者さんの画像に実際どの程度変化するかっていうのを加えることによって、シミュレーションの形で撮影時間を変化させた骨伸知グラフィーの画像が得られるはずです。確かに実際に変えてはいないので多少の違いはあるとは思うんですが、ここで実測している分おそらくそれに限りなく近いものが得られるんじゃないかと思います。まあ、もちろんノイズの乗せ方っていうのもいろいろ問題が出てきますが、ただこういった形にするとですね、まず実測を使ってですね、きちんとこのノイズの環境を出して、で、すでに撮られた画像なので、これは後ろ向き研究、我々がやる研究の中で一番やりやすい研究ですよね。なので後ろ向き研究でちょっとハードルが下がる形になって、ノイズを乗せて、臨床画像を作って BSI を見てくる、まあ、このあたりがシミュレーションという形になります。なので現実問題ですね、なかなかできない研究というのが出てくると思います。まあ、そこにですね、シミュレーションを組み合わせるということをやっていけば、より研究の幅が広がるんじゃないかというふうに思います。なのでですね、昔はですね、こういったことが、前向きの研究もですね、やりやすかったかもしれませんが、だんだん時代とともにですね、そういったのなかなか難しくなっています。そういったことを考えると、こういったシミュレーションというのは非常に役に立つんではないかというふうに思います。ただしですね、うまく使うためにはですね、やっぱりまずここですね、物理現象を理解しておく必要が、あります。で、こればっかりシミュレーションだけではダメなので、やっぱり実際にできることは実測でやるべきだと、まあ、僕は思います。でシミュレーションなのでですね、いろんな条件を加えることができます。なのでですね、条件を加えすぎてですね、結局何がしたいかわからないということも出てくるので、まあ、やっぱり目的はですね、まあ、明確にしておかないといけないと。であとはですね、このシミュレーションに対して、まあ、どうせシミュレーションでしょと、まあ、そういった懐疑的にならずにですね、まあ、積極的に使っていくという形になるかと思います。であとはこの頼らないということですね、これだけではダメという形になる、実測とですね、シミュレーションをうまく組み合わせると、まあ、そういったものがですね、研究の幅を広げるものになるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、残りの時間で、まあ、活用法といったところになってきます。まあ、教育的な目的で僕は使うことも多いんですが、これ皆さん、AB どちらになるか と思いますか。二検出器の装置でですね、検出器に感度差が生まれたらですね、生まれた状態で円柱を撮影します。こうするとですね、円柱のままの絵が出てくるのか、いやいやそんなことはないよと、左右差が生まれるはずじゃないかと、皆さんがどちらを
思われるかは、この次のスライドを使って、ご説明をしていきたいと思いますが、これ実際にですね、実験しようと思ったらですね、よし、片方のカメラを壊そう、まあ、そんなことはできない形になるので、まあ、ここでですね、プロミネンスをうまく使って、こう左右差が、感度差が生まれる、データを作っていくというふうになります。で、手順はですね、ちょっと簡単に示しているんですけど、プロミネンスのシミュレーションツールを使ってですね、円柱を作って、まあ、そこから投影データを起こしていきます。で、これだとですね、2つのカメラのデータが1つにまとまっているので、まあ、1カメと2カメのデータに分割していきます。で、この場合はですね、1カメラはそのままにしておいて、2カメのデータだけ感度が落ちたよというような形で係数をかけて、まあ、その後、元に戻す、まあ、足し算をして、あたかもですね、1カメと2カメの感度が違ったデータというのを作るという形になります。で、これ実際にですね、感度差がない場合に、円柱のデータ、撮影をするとですね、まあ、スペクトが、まあ、ある程度均一なものが出てきますね。サイノグラムはこういった形で出てくると形になります。これに対してですね、左右差でですね、ごめんなさい。検出器の感度差っていうのを加えていくと、どうなるかというと、実際答えとしてはですね、別に左右差が生まれるわけではないと。これは画像再構成の基本的なことをですね、理解しておいていただければ、こうなるのは想像がつくんじゃないかと思います。実際にですね、左右差がある場合の画像というのはですね、これ実際にファントム側に左右差がある状態を撮影した形になります。そうするともうサイノグラムとか全然変わってきますよね。まあ、なので、こういったものをですね、まあ、教育的な、まだ古い本にはですね、検出器の感度差が生まれることで左右差が生まれるとか、まあ、書いてある本も、まあ、なきにしもあらずというのを聞いたことがあるので、まあ、こういったことを教育的なものに使うのにも、まあ、こういったプロミネンスね、非常に役に立つんじゃないかというふうに思います。まあ、もう一つですね、よく核医学、装置によって画像が全然違うと。というのは、これは皆さんよくご存知のことだと思います。ではですね、実際、収集系によって画像が変わるのか、画像再構成によって画像が変わってくるのか、これをどちらが主に影響しているのか、こういったことを見る場合にですね、プロミネンスをうまく使っていくと、こういったものを評価できるという形になります。皆さん、どちらだと思いますか、収集系なのか、画像再構成系なのか。で、これ実際にですね、収集系なので、これはデータを取らざるを得ないので、今回は線状体ファントムを使っています。で、装置はですね、シンビアと D670 を使っていると。で、収集系か画像再構成系かを見たいので、スペクトを撮像した後にですね、実際のそれぞれの装置で再構成した画像と、それぞれのデータをですね、プロミネンスに取り込んでですね、プロミネンスで処理した画像。これを比較することによって、実際どちら、収集系なのか、画像再構成系が影響するのかというのを評価していくという形になります。なのでですね、線状体ファントムを撮影して各装置、こういった条件で、今回は処理をしています。キーポイントのようなのが、コリメーターの違いで絵が違うんじゃないとか思うかもしれませんし、コリメーター開口補正、これが癖が結構癖もんなんじゃないのというふうに思う方もいるんじゃないかと思います。これは各装置で処理した形になります。で、一方はですね、プロミネンスの方にデータを取り込んでですね、基本的な OSEM、TW 使って、チャンホー。これちょっとこちらCTAC なんですけど、こちら CTAC を取り込んでもよかったんですけど、ちょっとデータ等々計算が大変だったので、こちらチャンにしています。で、あとはですね、コリメータ開口補正。これは先ほどの山木先生の方からあったですね、ある程度、ボケというものはプロミネンスの方で考えることができるので、そういったものを使って処理をしていくというふうになります。で、プロミネンスプロセッサーのですね、この空間分解の補正なんですけど、これ実際にですね、点線源をですね、実際の装置を使って距離を変えて撮影をします。で、それぞれ分解能を出します。で、こちらをですね、一つのグラフとしてプロットしていきます。そうすると、大体直線、y イコール x プラス b の関係になります。これをですね、コリメータ特性、空間分解能の特性として入れて、画像再構成等々を行っていくという形になります。なのでですね、これ僕は研究室の方で使っているパソコンに入れてやるんですけど、これ全て実測です。東芝さんとか、シーメンスさんとか、ちょっと古い東芝さんの装置、またインフィニアとか、こういったものをですね、実際に測定して、それぞれこういった式を作っておけば、画像再構成をする際に、こういったものを加味することができると。形になります。では、答えの方になるんですが、上の方がですね、上のこの2つ、こちらがですね、これは収集もですね、処理も全く違うもので、同じものを撮影していると。これが同じかと言えると、ちょっと疑問になるところがありますよね。で、下のこの2つ、撮影は違う装置で撮影をして、処理はプロミネンスで処理をしたものになります。
どうでしょう、この上2つ、この違いと、この違いを考えると、やっぱりこちらの方が類似している感じはありますよね。同じものを撮影して同じものがまあほぼ出ているのかなというふうに考えるとですね、やっぱり収集、どうもですね、収集系というよりはですね、画像再構成の癖、まあ、そういったものが、画像の違いを生んでるんじゃなかろうかと、まあ、そういった結論に持っていくことができるというふうに、なります。まあ、といった形でですね、少し駆け足に、なったのとですね、ちょっとネットワークがですね、非常に安定しなくてですね、非常にちょっと見にくいスライドになってたかもしれませんが、その辺は大変申し訳ありません。まあ、最後のまとめなんですけど、まあ、プロミネスプロセッサー、非常に簡単です。特にプログラミングのコードがなくともですね、処理することができますし、いろんな機能があるので、それをうまく使えばですね、いろんな検証することができます。あと、教育用ツールとも非常に使いやすいという形になるので、ぜひともですね、いろんな機能を使っていただきたいなというふうに思います。まあ、おそらくですね、あんまり聞いてもらったら困るというようなことを言っていますが、割とこう優しい方なので、何とでも教えてくれるとは思います。なのでですね、細かい点に関してはですね、マルキ氏にお聞きしていただければというふうに思います。といったところでですね、今回ウェビナー、今回初ということでですね、僕もテストバージョンと聞いていたので、あんまこんなにたくさんの人が、聞いてると思わず、またネットワークも安定せずにですね、ちょっとバタバタしましたが、まあ、こういった形で、お話しすることができて、まあ、非常に良かったなというふうに、思っています。おそらく今後もあるんじゃないかなというふうに思って、いるので、チャンネル登録、また改めて、していただければというふうに、思います。時間としてはちょっと、数分オーバーという形になりましたが、こちらの形で終わらせていただきたいなというふうに、思います。ご清聴というか、しっかりと入場見ていただきありがとう、ございました。もうちょっとこうネットワークが安定した形で、今度は、お伝えできればいいなというふうに思います。といったところで、私の方の配信を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。